100メートル先から狙って、よし命中しましたプリミティアプレイヤー、エールです今回は、スナイパーライフルを作ってみようと思います以前にも作りましたが、弾速と命中精度を測る装置を使って、より命中精度を高めてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいですそれでは、作っていきましょう まずは、断速と命中精度の測定装置作りからですね。断速を求めるためには、正確な距離を測る必要があるので、こんな感じで、一つ20センチの小麦の方を5本組み合わせて、1メートルの物差しを作りました。こうしてみると、私の身長は120センチくらいでしょうか。さらに、この1メートルの物差しに合わせて、二目の木をカットします。うん。 ぴったり長さが合っています。それから、こちらを5つに切り分けて、直列につなげることで、5メートルの物差しを作りました。結構長いですね。そしてさらに、こちらの5メートルの物差しに合わせて、丸太を切り出します。うん、長さがぴったり揃ってますね。この丸太を持ち運べる重さに切って、射撃場予定地まで運んでいきましょう。もしこの場所に、 長距離射撃する場所を作ると、物体のシミュレーション距離を大にしたときに、周りに物がありすぎて、重くてまともに動いてくれなくなるからですね。よしここまでくれば、周りに物が少ないので、なんとかなりそうです。こちらの5メートルの木の塊から、20本の棒を切り出しましょう。この20本の棒を水泳に全部繋げれば5、5メートル ×20 で、 100メートルになるわけですね。海を間に挟んで、どんどん伸ばしていきましょう。よし !100 メートルを繋ぎ終わりました。ここからは、命中精度を測定する、的作りです。向こう側と上下左右の位置を合わせた、木の目印を作ったら、こうやって傾斜を、同じ形でたくさん輪切りにして、火で熱してガラスにします。ガラスを割ると、 同じ大きさの4つの欠片に分かれるので、その小さな欠片を25個組み合わせて、こんな感じで透明なタイルのような板を作ってみました。これが命中精度を測る的になります。こちらの中心を合わせて木の目印に取り付けたら、分かりやすくなるように真ん中にリンゴのかけらを貼り付けました。それから余計な部分を発せば、的も完成です。 向こう側から中心を狙って発射した弾がどのタイルに当たるかで命中精度を分かれるわけですね。中心に近いほど命中精度が高いと言えるはずです。それでは向こう側にも行ってみましょう。100メートルって結構長いんですね。距離はかなり正確なので、この100メートルを何秒で弾が通過したかで弾速が測れるわけです。遺族何キロかを割り出す計算式は、 1>, 1時間の秒数 3600÷100 メートルを通過した秒数 ÷10 になります。動画を解析して割り出すので、フレームレートの関係で、かなりアバウトな速度になりますが、ある程度の目合わせには、なるんじゃないでしょうか。向こう側につくと、同じように木で無印をつけたものがあります。こちらは弾丸をセットする場所ですね。本当は弾丸だけあれば十分なのですが、 正確なので、ここでスナイパーライフルを作っておきましょう。プラスチックを組み合わせて、アキらしいインターナショナル、EW50 という、50口径の狙撃用ライフルをモデルに、スナイパーライフルを作っていきます。手で持って撃つときに狙いやすいように、こんな感じで、ガラスと細い木の棒、プラスチックを組み合わせた、セコープも作ってみました。こちらを取り付けて、 さらに2脚を追加したら、スナイパーライフル本体の完成です。プラスチックで軽量に作ったので、軽くて持ちやすいのがいいですね。スコープの中心を合わせて撃てば、遠距離の敵を狙うこともできそうです。こちらにさらに、弾に転化する仕組みをつけましょう。シンプルに、ベアリング2つを使ったバネに、棒を取り付けたものを採用しました。中厚からは、 松ぼっくりの導火線を伸ばしているので、この位置から火をつけて発射する仕組みです。それでは早速、こちらの直方体の鉄の塊を発射してみましょう。まずは100メートル。無事に飛ぶかですね。燃えた松ぼっくりを動かして、導火線に点火すると、よし発射しましたうーん、ダメですね。半分も行かずに落ちてしまったみたいです。 玉が重いんでしょうかそこで、玉を小さくしてみました。火薬は同じものです。これならどうでしょうか的の後ろにカメラを置いたら、100メートル先から狙って。よし命中しました爆発から命中まで、0.167秒だったので、二足は2160キロですね。真ん中より、2ブロック下に当たったので、まだ少し重いみたいです。 そこで、こんな感じで、石で火薬の周りを覆うことで、弾速が速くならないか、試してみましょう。現実の世界だと、これで少しは速くなるはずです。早速取り付けて、発射してみると、あちゃー壊れてしまいました。多分、弾が速く移動するとき、当たり判定が膨らんで、石に当たっているみたいです。今度は当たらないように、石の筒を大きめにして、 試してみましょう。これならどうでしょうかうん。壊れずにちゃんと飛んでいます。早速、弾速と命中精度を見ると、2160キロ、2ブロック下に当たりました。石の囲いがない時と同じですね。この世界では火薬を囲っても、弾速が増す効果はないみたいです。では次は、こんな感じで、重心の羽を追加してみましょう。後ろにはゴムをつけて、 早くを受け止める面積も増やしています。早速セットして、撃ってみると、うん、ちゃんと向こう側まで飛んでますね。弾速と命中精度はどうでしょうか ?1234 キロで、川はもし下に揃れました。空気抵抗のせいか、弾速が半分くらいに落ちてますね。だったら今度は、空気抵抗が少なそうな、 こちらの鉄の細い棒を使ってみましょう。重そうに見えますが、重量はさっき使った玉と同じ 0.2kg です。と言っても、表示されていない桁の部分で、多少の差はありそうです。早速セットして、撃ってみると、うん、ちゃんと届いているみたいです。弾速と命中精度はどうでしょうかうーん、1 4 4 0キロで、下に大きく反れています。 これは、火薬を受け止める面積が少なくて、弾速が落ちているんだと思います。だったら今度は、後ろにゴムの羽をつけて、火薬を受け止めると同時に、浮力をつけてみましょう。早速発射すると、うーん、ダメですね。下に軌道が逸れて、すぐに落ちてしまいます。バランスが悪いみたいですね。だったら今度は、真ん中に羽を移動しましょう。 これならバランスは良さそうです。早速試してみると。よし向こう側まで飛んでいます。弾速と命中精度を見てみると。うーん。720キロと遅いですが、中心から1ブロック左と命中精度は素晴らしいです。奇跡のバランスみたいですね。こちらをベースに、さらに上下に垂直に羽を追加してみました。これならどうでしょうか 撃ってみると、向こう側には届いているみたいです。弾速度命中精度を測ってみると、うーん、665キロと、さらに遅くなって、弾は右に大きく反れています。見た目は面白いのですが、これでは当たりませんね。今度は、下の羽を外すとどうでしょうかこのまま撃ってみると、うーん、ダメですね。 下に大きく反れるパターンです。的に届きません。だったら今度は、上下の羽を小さくして、重量と抵抗を少なくしてみます。これならどうでしょうかよしちゃんと届いてますね。弾速と命中精度を見てみると、うーん、いまいちですね。弾速は665キロで、着弾は左に1ブロック、上に2ブロック揃れています。 また撃つと場所が変わるので、風の影響を受けやすいみたいですね。次は、短い羽二2つを中心につけてみました。もちろん向こう側には届きますね。弾速と命中精度の方は、少し弾速が上がって、864キロ。着弾は、左と下に2ブロック逸れています。いまいちですね。次は、ゴムを草に変えて2つ並べてみました。 このまま撃っても、ちゃんと届いています。弾速と命中精度は、弾速は2160キロと、速くなりましたが、弾は下に大きく反れました。羽をつけるのは、安定しないのかもしれませんね。今度は、クソをゴムに戻してみると、変なことになりました。最初の一発は、向こう側に届きましたが、見休めたら、 玉が当たっての方向を飛んでいくようになっています。大きく下に反れて、下の棒に反射しているみたいです。だったら下に反れないように、こうやって飛行機の翼のように、上半角をつけてみました。この状態で発射すると、うーん、ダメですね。股に当たる前に、下に反れてしまっています。やはり羽根をつけるのは、安定しないみたいです。 そこで羽は諦めて、シンプルに、長方形の薄い鉄を使って、撃ってみましょう。そうすると、うん、ちゃんと飛んでますね。弾速と命中精度の方は、うん、2160キロと、小さな鉄の塊と同じです。命中精度も同じですね。もっと爆発を受けやすくなるように、角度を横に変えてみましょう。試してみると、よし ちゃんと飛びました。弾速と命中精度の方は、うーん、弾速は変わりませんが、さっきより、内ブロック左にされました。空気の影響を受けてるみたいですね。では今度は、この正方形の鉄の板を、火薬を最大限受けるように貼り付けて、試してみましょう。そうすると、うん、ちゃんと飛んでます。弾速と命中精度の方は、うーん、 さっきの鉄の板を縦に飛ばした時と同じですね。次はもっと軽くするために微妙に小さくして耐久力を35から30にしたものを使ってみましょう。弾速と命中精度を見てみると、おお2880キロと弾速があって、着弾も1ブロックしたと命中精度もいい感じです。わずかな差が良かったんですね。 これ以上鉄の板を軽くできないので、火薬の方を大きくしてみましょう。今までの火薬と比べると大きいんですが、情報ウィンドウで見る分には、差はありませんね。早速セットして、撃ってみると、よし中心を押し抜いてくれました。段速は同じになっていますが、この測定値はフレームレートの低い、動画から解析しているので、本当は3000キロくらいに、 速度が上がっていると思います。一般的なライフル弾と同じくらいですね。とりあえず、これで100メートル先の的を正確にぶち抜ける、命中精度の高いスナイパーライフルが、完成したんじゃないでしょうか。弾速が速い分、安定感もありますね。でも威力が物足りないので、こんな感じで、ジェットエンジンを作った時のように、間に松ぼっくりの欠けら2つを入れて、 6発繋げてみました。前の方から着火するようにしています。早速取り付けて撃ってみると、うーん、綺麗に発射できていませんね。前の動火線がまに繋がっていたので、こうやって経路を変えて繋がらないようにしました。こうするとどうでしょうか火をつけてみると、うーん、ちゃんと6発発射されています。 これで威力不足も解決しそうですね。的の方から見てみると、おー少し下に反れていますが、ちゃんと当たっています。連発すると、精度が落ちるみたいですね。それでも続けて撃っていると、おー中心も含めて、5つのブロックを破壊できました。100メートル先からこれだけ当たれば、かなり実用的ですね。トラップにも使えそうです。 では今度は、私の視点から、手に持って撃ってみましょう。うーん。さすがに100メートル先を狙うのは難しいです。狙いづらいですし、反動もすごいので、ホルサーにつけるとかなりずれてしまいます。それでも、よし偶然左の木に当たったので、よしとしましょう。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、遠くからスナイパーライフルで撃ってみましょう。 果たして倒すことはできるんでしょうかうーん。手に持っていると、最初の一発以外は、ほぼ当たりませんね。反動でずれてしまいます。モルスターに固定しながら撃っても、それは変わりませんが、最初の一発の命中率は、高まるみたいです。それからも、ドライスライムを狙って、撃ち続けていると、やったー !4223 ダメージ 巨大スライムを倒しました。最初の一発がクリティカルヒットして、大ダメージを叩き出しました。その後撃った弾は全部外していますね。スナイパーライフルは、ホルスターに固定していましたが、発射の反応でずれて、空中に浮かんだ状態になっています。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。ほんと スナイパーライフルについていた松ぼっくりから引会したみたいです。うん。いい感じに燃えていますね。よし。スライムを食べごろになったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたスナイパーライフルさんにもおす分けしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、 高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またね